今日もここ秋葉原でアイドルたちを陰ながら応援する優しくもたくましい男がいました。秋葉寛平さん、彼はアイドルのイベントにこっそり潜入し、アイドルがトークで言葉に詰まるとすかさずカンペで助けてあげる心優しい男。潜入秋葉寛平さん。本日秋葉さんがやってきたのは神奈川県川崎市の川崎 FM。 毎日公開生放送しているこのラジオ局で、今日はあるグラビアアイドルがゲスト出演すると聞き、秋葉さんはこっそり潜入。明日すかこの解散コンサート開くらしいですよね。そのグラビアアイドルとは、元プロ野球選手江川卓さんの姪っ子江川由美ちゃん。ドラマにも出演するほど慣れっこの由美ちゃんだが、秋葉さんは江川卓さんがおじさんだけどトークは優れてるのかな。今日もトークのフォローに燃える。そして CM 中に由美ちゃんが登場。今回も由美ちゃんは秋葉さんが潜入していることを全く知りません。番組にスペシャルゲストが遊びに来てくれました、江川由美ちゃんです。こんにちは。こんにちは、江川由美です。よろしくお願いします。ジャイアンツの、あ、はい、江川卓さんのめっこさん、遠い親戚ですね。あ、そうなんだ、はい、台本に書いてあるんですけど、もしですね、もし男性に生まれたらどんな職業に、男だったら。それ考えたことないですね。まあ今答えに困ってる。やってるんですけども、男でもアイドル、やっぱり。いやどうだろう。でも今考えると、なんか海外で仕事したい。質問その2、梅雨の季節やってきますよね。ああ、そうですね、さあこのジメジメとした梅雨の季節、このユミちゃんだったら、はい、この梅雨の季節どうやって乗り切りますか。なんか方法は。なんだろう、梅雨は私、全然ね、ダメなんですよ。なんだろう、そうですね、私はやっぱ苦手なのは変えられないんで、でここでですね、クイズに挑戦していただきます。川崎といえば東京アクアライン、その間にあるパーキングエリアの名前は何でしょう。さあ考えましょう。ね、秋葉さんはいろんなメッセージを送ります。2問正解ということで、見事2000円の商品ゲットということで、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、ゆみちゃんと最後の番組3時まであるんですよ。お芝居がすごくやりたいので、ドラマだったり映画だったりとかっていうのも出れたらどんどん出ていきたいなと、ぜひ。さあ、ということで江川ゆみちゃんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ1曲いこう。ちょっとクールダウンするかな。秋葉さんのギリギリナイスフォローで今日もトークは大成功。アイドルを陰で応援する秋葉さんの一日はまだ終わらない。